快楽園駅臨時駅とは特定の期間のみ営業する鉄道駅。設置される理由としては海水浴場やスキー場、花の名所など季節限定の観光地を訪れるために設置されるものや付近の祭事場でのイベント開催時のみに営業されるものが多い。その他、積雪の多い地方では利用の少ない駅の除雪の手間を省くために冬季営業休止とする例もある。 営業期間が限定されているという性質上、プラットフォームだけで駅舎がない駅も多い。また、通年営業ではあるが、仮上工場と同様に駅とするには、利用が少なく、駅に比べて簡素な施設で設置された例がある。臨時駅の中でも、年間を通して停車する列車が一本もない駅は、通年休止駅と呼ばれている。また、臨時駅から常設駅に格上げされたり、 逆に常設駅から臨時駅に格下げされる例も見られる。臨時駅までの運賃や料金の計算に関しては、その駅までの営業記録が表記されている場合は、それが適用され、表記されていない場合は次の営業記録が表記されている駅までのものが適用される。一方、営業記録が表記されていない臨時駅からの運賃や料金は、実際の乗車方向と反対の方向にあり、 その駅から最も近く、かつ営業期路が表示されている駅からのものが適用される。日本国有鉄道の臨時駅の内仮上工場、同様に通年営業する駅については仮上工場と同じく1987年の分割民営化と同時に常設駅に昇格している。国鉄時代は1969年10月1日に統一されるまで仮駅、または 仮乗工場と統一以降は臨時乗工場と称されていた。仮駅と仮乗工場の違いは以下の通り。2020年3月14日、現在、現存する臨時駅は次の通りである。類型は以下の通り。春期のみ営業する。駅かきのみ営業する。駅春引く秋にかけて営業する。駅夏引く秋にかけて営業する。駅冬季のみ営業する。 駅イベント開催時のみ営業する駅その他は、通年営業休止中の駅このほか、気仙沼線、大船渡線において、東日本大震災による被災後、バスラピットトランジットで復旧した区間における新設駅も、当初は JR 時刻表、JTB 時刻表の本文ページに、臨時駅との記載があったが、の表記はなかった。これらの駅は、 鉄道路線上で営業されたことがなく、鉄道事業における駅に該当しないため、JR 東日本の交渉上の総駅数には、含まれない。しかし、2020年4月の当該区間の、鉄道事業廃止以降は、BRT 駅を含むの正しがきつきで総駅数に、含める表記も存在する。東日本旅客鉄道、鹿島臨海鉄道イベント開催中に、旅客営業をする。 貨物駅当期に営業を休止する、駅類型は、上伏しに準ずる。JR 私鉄鉄道省、運輸省、日本国有鉄道万博中央駅、北海道旅客鉄道東日本旅客鉄道東海、旅客鉄道西日本旅客鉄道九州旅客鉄道、秋田臨海鉄道仙台臨海鉄道は伊鉄道、西武鉄道豊橋鉄道西尾鉄道は一電機。 鉄道名古屋鉄道港和歌鉄道京阪電気鉄道近畿日本鉄道南海電気鉄道阪急電鉄北大阪急行電鉄広島電鉄松浦鉄道ありがとうございます